ロシアの情報源は8月9日、ウクライナ軍はクルスク州のさらに東に進軍したものの、これまでに報告されたほどにはクルスク州の奥地で活動していない可能性が高いと主張。ISW やその他のメディアの戦況図は、クルスク州の占領範囲が次第に歪な形ではなくなりつつあり、安定化に向かっていることを示している。あら、一旦落ち着いちゃった感じですかね、ウクライナ軍の侵攻部隊。いや、そう捉えるのは時期尚早だな。ロシア軍も2軍とはいえ、対処するための軍隊をクルスク州方面に移動させているため、おそらくはここである程度の規模の戦いが発生することになると思われる。進軍スピードが遅くなったのは、ウクライナ軍がひとまずクルスク州の占領地を確保してここに陣地を早急に築き、ロシア軍を迎え撃とうとしていることを示しているとも言えるな。これは、ウクライナ軍が今までの戦いから教訓を学んでいることを意味するぜ。ほうほう、以前は防衛線を構築しなかったことで今のドネツク州の状況に陥っているから、これまでの反省点を活かして、すぐにクルスク州で防衛線を築こうとしているということね。ウクライナ軍、まさかロシア領内にこんな広い範囲で占領地を広げることになるとはな。いや、おそらくこの攻撃は序の口に過ぎないだろう。重要なのはここからだ。一連の攻撃の中で興味深いのは、さらなるロシア軍の追加の部隊が移動しているという情報であり、ドネツク州、あるいはクリミア半島からも増援部隊がクルスクに向かっているという話がある。そしてもっと重要なのは、ここ1週間程度の一連の攻撃の最中、クルスク州方面ではロシア空軍による爆撃など航空支援攻撃がほとんど確認できず、ドネツク州方面でも、これまで脅威となっていた滑空爆弾による攻撃の回数が激減したことだ。これは大きな戦況の変化がある可能性を示唆しているとも言えるだろう。もしここでクルスク州の防衛戦で一部の部隊がロシア軍増援部隊を引きつけ、その間にまた一部のクルスク州のウクライナ軍が配置転換してドネツク州で反撃開始できれば、これほどウクライナ軍にとって理想通りの状況はない。ロシア空軍による滑空爆弾攻撃を減らしつつ、クルスク州への攻撃でドネツク州方面のロシア軍の数を減らし、ドネツク州での反撃の可能性を最大化することにつながるわけだからな。なんとロシア軍はすべて、ウクライナ軍の手のひらの上で転がされているというの。実際、クルスク州への侵攻の話題で持ちきりの中、さらっとウクライナ国防省は8月9日の報告として、ドネツク州方面で防空システム S-350 を破壊したことを確認したと発表。S-300 防空システムを2機損傷させた可能性が高く、情報確認待ちという報告を行っていたりするんだよな。2022年7月頃、ウクライナ軍はハルキウ大進撃を成功させる前にこの陽動として、ヘルソン州方面に大規模な軍事侵攻を仕掛けていた。もしかしたらウクライナ軍は2年前のように、今後さらに衝撃的な作戦を控えているのかもしれないぜ。ということで今回はロシア軍、大攻勢が不可能に、クルスク州に侵攻するウクライナ軍への対処のため、最前線から撤退開始と題し、クルスク州侵攻作戦が落ち着く中で急速に変化しつつある周辺のロシア軍の状況について、伝えていこうかと思うぜ。今後もこのチャンネルでは、軍事と兵器に関する最新情報や歴史的なテーマを取り扱います。面白かったためになったとか思ったら、チャンネル登録と高評価ボタンをよろしく頼むぜ。気になった点や質問などあれば、コメントもよろしくね。いつもコメントしていただける方、本当にありがとうございます。励みになってます。それでは皆様、ゆっくりしていってね。ISW などメディアが紹介している戦況図は、8月9日から10日にかけてのウクライナ軍の進軍速度はこれまでのものと比較すると抑え気味であり、これまでに確認されていたような歪すぎる戦況図からは大きく変わっているぜ。それでもこれネボ方向には道路沿いに進軍している戦況図を公開しているあたり、歪な戦況図であることには変わりなさそうですけどね。そうだな。実際8月10日には、スジャから南東方向、プレコボにもウクライナ軍が達したと報じられており、クルスク州の戦線は今もなお広がっていることが確認できる。あくまで落ち着き始めているというだけで、ロシア軍が防衛線の構築に成功しているわけでは全くなさそうだな。さらに言えばウクライナ軍は8月10日、ロシア領ベルゴロド州への越境攻撃を展開し、国境近くのポロス村を占領したという映像をも公開しているところだ。以前からロシアの軍事ブロガーが少し言及していたが、ついにウクライナ軍はベルゴロド州への軍事侵攻も開始したようだな。兵力不足である以上、絶対に戦線を広げたくないはずのウクライナ軍、まさかクルスク州どころかベルゴロド州へも攻撃を開始？ちょっともう何が起きているか全く判断しがたいわね。本当にそうだな。
正直今後の展開を予測することはあまりにも難しい。ただ一つ言えることとしては、ウクライナ軍は戦線を一気に突破して州都やモスクワを目指す動きではなく、ウクライナとの国境沿いの支配地域を次第に徐々に拡大する動きを示しており、今回のベルゴロド州への攻撃は、国境近くの占領地をさらに広げようとするウクライナ軍の試みを表していると言えるだろう。ISW の情報からも、ベルゴロド州とクルスク州の境目に近い場所をウクライナ軍が攻撃し、戦線を広げようとする動きが確認できているぜ。アメリカのブリンケン国務長官はウクライナ軍のクルスク州侵攻作戦に合わせ、新たな軍事支援パッケージを緊急で発表。内容的にはこれまでと変わりのない 155mm 砲弾やハイマースの弾薬を中心とするものであるが、このロシア領への侵攻をアメリカも正式に認めていることを示す情報だな。ウクライナ国防省の報道官も、今回の攻撃はロシア領の支配を求めているわけではなく、あくまで戦略的な勝利と今後の停戦交渉における優位な条件を探っている、なんて話をしていたなんて報道がありましたしね。がっつり前進する気があるわけではやはりなさそうね。進撃しすぎて後方の補給路を断たれたりしたら一巻の終わりだしな。おそらく今後大きな戦闘が起きるとすれば、スジャの町だろうか。ここはすでに市側半分をウクライナ軍が完全に掌握したものの、東半分の市街地にウクライナ軍が進撃を行っているという情報は出ていない。一方でロシア側の軍事ブロガーはこのスジャの町の周辺にウクライナ軍が塹壕を構築していると報じており、クルスク州侵攻軍はひとまずここを拠点としてロシア軍を待ち受けつつ、他の戦線をさらに広げようという腹積もりなのかもしれないぜ。戦線をさらに広げようとしているというのがあまりにも驚愕の情報なんよな。ちなみにこの時点でも、ウクライナが4日間で占領したロシアの領土は、ロシア軍が過去4ヶ月で占領したウクライナの領土に匹敵するほどのものになっている。今後の越境作戦にも要注目したいところだな。そして何より重要なのは、この攻撃によって実際にドネツク州方面のロシア軍の攻撃が沈静化しつつあり、ウクライナ軍にドネツク州方面でも反撃の可能性が示されてきたことだ。ここからは、ドネツク州方面での動きについても見ていこうかと思うぜ。ISW はクルスク方面に集まるロシア軍について、ドネツク州など最前線にはいない後方の2軍であると述べていたが、クルスク州の状況が悪いためか、ドネツク州やヘルソン州、クリミア半島方面からも、ロシア軍は戦力を拠出していることが判明している。クルスク州に移動が報じられているロシア軍の部隊の中には、現在最もロシア軍が推していると言われていた、ボクロフスク方面の、第35機械化旅団の自走砲や対空車両が移動していることが判明した。この写真はクルスク州方面に最前線のロシア軍を写していることを証明していると言えるぜ。クルスク州にロシア軍が配置転換を行うのであれば、ドネツク州のロシア軍の戦力も、少しずつ減退していく可能性があるのかもしれないわね。そうだな。現状、ボクロフスク方面はウクライナ軍の進撃スピードほどではないものの、毎日のように 1km 程度の進撃を広範囲に許していることも事実だ。ロシア軍の配置転換は今後、この方面のロシア軍の進軍が遅くなる可能性を示すものではあるが、それでもロシア軍側が兵力に勝る状況であることには変わりなく、ウクライナ軍もこの攻勢を止めるためには、強力な援軍と反撃が求められるところではあるぜ。ウクライナ軍がクルスク州に留まり続けてしまっては、結局ロシア軍の援軍によって進軍が難しくなり、一方でここぞというタイミングでウクライナ軍が移動して東部戦線で強力な反撃を行えば、ロシア軍に強力な打撃を与えられる可能性を持つという、どちらに転んでもおかしくない状況ができつつある。ウクライナ軍が大きな賭けに出たことは確かなんでしょうね。ということでドネツク州方面へのウクライナ軍の反撃の可能性も重要になるわけだが、8月10日、ウクライナ参謀本部はある戦果をテレグラム上で公表した。参謀本部の主張によれば、ウクライナ軍はドローン攻撃によってドネツク州方面に配置されていたロシア軍の防空システム3機、S-350 防空システムを2機、S-300 防空システムを1機攻撃。このうち、S-350 防空システム1機のレーダー車両は完全に破壊されており、残りの2機の被害状況は確認待ちであるとする情報を公開したぜ。ただし、これらの防空システムはどこに配置されていたのか、どのような手段で攻撃したのかはよくわかっておらず、破壊を証明する情報も今のところは出ていないぜ。ふむ。まあ後日戦果が確認される事例はいくらでもあったし、情報公開待ちね。
ちなみに S-350 については7月頭に、ロシア軍が映像とともにドネツク州方面に S-350 の中隊を配置したとする情報が公開されており、ハイマースが放つロケット弾や、ストームシャドウやネプチューンなどのミサイル攻撃に対し、ある程度の防空能力を備えていたことが判明していた。タイミングを考えれば、ウクライナ軍はこの7月にドネツク州に持ち込まれた S-350 に対し、攻撃を行ったのかもしれないな。もし今回、防空システム3機を一度に攻撃するなんて大規模攻撃を敢行したのであれば、それはどう考えても、ドネツク州方面で防空網を弱体化させたいというウクライナ軍の意図があるわよね。となるとウクライナ軍、やはりドネツク州方面でミサイル攻撃やら戦闘機による航空支援攻撃を展開させていきたいと考えているとか、単純に考えるならそうなんだよな。ただ、もしそうならポイントはウクライナ軍がドネツク州方面に追加投入できるほどの戦力を、あとどの程度予備として残しているかが重要になってくる。今回のクルスク州への攻撃で現時点で確認されているのは、第22独立機械化旅団と第88独立機械化旅団、空中強襲軍の第80独立空中強襲旅団を含め、総勢5個旅団の戦力、総勢1万人、装甲車両600両という規模感であると報告されており、これは2023年に行われたザポリージャ州へのウクライナ軍の反攻作戦の規模と比べれば、大体半分くらいの規模感になるようだな。5個旅団もいるの。なんか最初は300人とか言われていたのが3個旅団、5個旅団と、報告されている戦力の数が増えているように感じるわね。実際に後から判明してどんどん規模が増えてるようなんだよな。ただ、それでも作戦の反攻作戦の規模が12個旅団だったことを踏まえると、今回の攻撃は以前ほどの大規模な軍事作戦とは全く言い切れない。以前と同程度の規模の兵力をウクライナ軍が残しているのか、そもそもその程度の兵力があったとして戦力を投入するつもりがあるのか不明だが、ドネツク州方面の配置転換を強制した上で、防空システムをミサイルで次々と破壊し、一時的に航空優勢を確保した上で空軍戦力による大規模な航空支援攻撃を行えれば、ドネツク州へ強力な機甲部隊を送り込む土壌が出来上がることは確かなんだよな。この図が物語っていますもんね。もしかなりの数のロシア軍をクルスク州に引きつけることに成功すればあるいは、なのでまだこの作戦が完全に成功したとは言い切れないところだ。なんならここからが重要な局面になってくる。ウクライナ軍はおそらく、ドネツク州方面からのロシア軍の移動を予測しただろうし、クルスク州方面で進撃を続けることが難しいことも把握しているだろう。ここからクルスク州方面でもさらなる進撃を行うだけの力があるのか、それとも、ドネツク州方面で反撃を行う余力があるのか、今後の展開を一瞬たりとも見逃すわけにはいかなさそうではあるな。ということで、今回の解説は以上だぜ。このチャンネルでは他にも兵器や軍事に関する動画を上げているので、チャンネル登録して他の動画もぜひ見てくれだぜ。これからも興味深い軍事に関する動画を上げていこうと思うので、高評価、コメントもよろしくお願いします。それでは皆様、ご視聴ありがとうございました。